表遅くなってしまいすみません。課題、メロンの追熟日数による重量、高度、糖度の影響、ほうれん草の水肥料の違いによる生育と硝酸の比較、アグリビジネス化2年、作物園芸コース、池田理。メロン、4月13日から8月5日まで栽培しました。1、課題設定の理由、茨城県はメロンの生産量が日本一なので、栽培に適した環境であることと、外観以外に甘みや食感が、ここも重要じゃなくて、